小諸城は河岸段丘に築かれた平山城です。戦国期には武田信玄が重臣に築かせたと伝えられています。やがて秀吉の天下統一後、1590年に入城した戦国秀久によって現在残る金星城郭の姿に大改修されていきました。小諸城は火山から形成された三角州の上に築かれました。三角州の突端にあたる位置に現存遺構となる三の門があります。小諸城は城下町大手門よりも主閣の高さが低い、全国でも珍しい穴城となっています。小諸城の大手門は明治期に解体後、民家の一部となっていましたが、2008年に江戸時代の姿に復元されました。三の門を進んだ先に松形小口が今も残っています。二の丸、北の丸と本丸との間に堀が作られていて、有事の際は橋を落としたのかもしれません。当時は三重の天守があったとされていますが、1626年、落雷により焼失しています。なお、天守台には懐古神社側から登ることができます。城が周囲の地形よりも低い小諸城の周りを巨大な谷が囲んでいました。北側には落差数十メートルの谷が走っています。
の背後には落差70メートルに及ぶ崖の先に千曲川が流れていました。南谷沿いに大平山の尾根が河川近くまで伸びており、巨大な空堀を尾根の上から間近で見ることができます。南谷も北谷同様、高い落差の谷が東から西へ走っています。このような自然地形によって小諸城の守りがさらに補われていたのかもしれません。市街地には現在も旧小諸本陣跡が国の重要文化財として残っています。2006年、小諸城は日本百名城に選定されました。春には馬場を中心に桜の名所となり、四季折々の風景を楽しむことができます。浅間山のふもと、大自然とともに、今も小諸城は静かに生き続けています。